おはようございます。急に始めてすいません。そうだね、本当は今頃私刺し子のワークショップをしてるはずだったんですけど、はい、なぜかいきなり午後だっていうことが発覚してあ、時間あるねみたいなね。確認はしてなかったの？なぜ11時に入っていたのか、うん、覚えてない、全く覚えてないんだけど、昔のメール、一番最初のメールを確認したら、うん、確かに2時半とは書いてあったけど、うん、でもいきなり4時に来るって言われて、そうだね、それもはーって感じだったね、うん、なんかあのヘッドラインを見て、うん、あの見るのが怖くてそっと閉じたのえ、なんか 4pm before って書いてるけど4pm before みたいなそう、うん、そっと閉じた。俺なんか新しいものが始まる、リストを見る。え、そんなことないじゃん、うん、あの一応今日はこちら向きになってるので何かを書くと目を、はい、そうだね、目を凝らし、あ、それで見るね、これで見て何か答えられたらいいかなと、うん、そうだね、じゃ あのそれを見る、うん、ホリデーを始めてからは何もしていないので、うん、ホリデーについて発表したらいいの、ね、もうないやつもあるんだけど、うん、紹介できるものから言ったらいいんじゃない？そうだね、昨日から売っているものを言います、うん、そうだね、まず、第2弾で、第2弾です、売っているもの、あのアメリストオートバッグです。去年リトリートのために作って、はい、ちょっとだけ残ったものを超限定でホリデーに出したんですけど、はい、今年もホリデー用に作りました。でももしかしたら結構たくさん作ったのでホリデー終わってもあるかもしれないんですけど、はい、まあそれが終わったら一応終わりってことで、これは私の私物です。私物な、だから毛がついてたのかあの完全な私の私物です。そう、私も保育園の送り迎えに毎日使ってるんですけどあのね、すごくとりあえずこれが一番使ってるよね、使いやすいんです、うん、色もいいし、お財布と携帯と、うん、あのちょっとした編み物とかね、ランチバッグに、はい、ちょうどいいよね、ちょうどいいので、うん、毎日使ってます、はい、おすすめです。これでしょ、そう、ね、うん、あとはこれとその帽子、そうだね、この辺は新しいかな、はい、それでこのみんなにね動画を見せたかったんです。私これ、うん、あのすごいよね、イリュージョンソックスなんですけど、うん、見てよ、わからないでしょ、ほらクリスマスツリーがすごいでしょ、逆にしても後ろにも、ほら、そう、上から見ても見えるし下から見ても見えるし、かかと側もすごいでしょ、ほらこれがイリュージョンよ写真だけだとなかなかね、なんかよく見えないけど、うん、すごいんです本当に。でね、これストライプなんです、ただの、うん、編んでるのが、でそれで表と裏を駆使することによって、うん、急に方向性でこうもみの木が出たり、ね、引いたりするっていうやつなので、うん、まあよく考えたよね。ね、これいつもから売り出し、そう、いつも感心してます、しています。これはホリデー限定のはーいやつです。でそれと、あとほら私はかぶれないんで、うん、お願いします。これは、ケイトリンハンターさんの帽子のパターンで、はい、東武 DK の2色の編み込み、あ、やっぱこうやって見ると結構模様がはっきり見える、うん、実物結構モケットはしてるんですけど離れて見ると模様がかなり見える、はい、で、あとは、シルクモヘアをかませてちょっとね編んでるのでふわっとしてる、ふわっとしてます、うん、あったかいです。で、あれだよね、写真ではここを折り返してる、あ、やっぱり、うん、だからか、そうそう、模様がね全部見えなくなっちゃうかなと思って、うん、ブリも折り返してた、昨日写真撮った時は折り返してなかったんですけど、でも折り返すとちょうどいい、うん、うん、感じです。そう、あのこんな、はい、ここがやっぱあったかくなるんだよね。そうだね、かぶってそれがね、昨日さ、うん、東武 DK あるって言ってたじゃん、うん、やっぱりないんだって、あ
グレーとか。グレーとか？ここにあるけど、うん、向こうにないんだって。あ、そうそう。そうなので、うん、あの発送はちょっと遅くなるっていうことにさせていただきました。来週中ね。来週か、そうね。来週に。あのもう、うん、大丈夫、来週できます。はい。っていうことになってます。それで、それと。きっとはそれだけかな。この、うん、あとは第1弾で売り出してまだ残っているの。 あれだ、ホルゲビックさんの持ってきてない、今私。あ、そうだね、うん、そうかも。確かに今ちょっとさ、話か、 誰もいないのかな思い出した、誰もいない、あ、誰もいない誰か来たら、誰か来たらあれかな、うん、多分終わるまでに誰か来るんじゃないかな。はい、それで、はい、そうだね、ハリハリだからハリを紹介したい、うん、そうだね。まだ第1弾で結構たくさん仕入れたのでハリがまだあるんですけど、はい、このリケがあの出て話題になってる時に私付け替えババリ買ってみたんですけど、正直あんまり使い勝手が良くなくて見送ってたんですけど、このかぎ針セットとかが出たんですよ。それでこれはやっぱ結構可愛いかなと思って今回仕入れています、はい、かぎ針のセットなんです。普通に付け替えとかじゃなく、かぎ針が一式入ってるんですね、うん、で後ろ側はこんな、そう、これちょっと遠いけどここに文字が書いてあります。だから多分これ消えることはない気がするんですよね、うん、ここってあんまり当たらないし。でこのなんか黒っぽいんですけど、うん、竹なんだって。これ竹なんだね。竹って書いてあるんだよ。最高級の竹製ですって書いてある、うん、それにをちょっと着色してるのか。いや、してないっぽいよ、そのまんまだって。このこういう竹があるんだね、うん、へえ、かっこいい。何の加工も、いや、うん、それはここをねスルスルするのはしたと思うけど、あ、ツルツルにはね、うん、でも、うん、あの何かを加工はしていないってこと。そうなんだ。だから全部色味が一本一本、そう違うんじゃない。違うんだね。でそういう色の竹があるんだと思って。へえ、はい、うん、なかなか素敵なんですよね。あのこれこそインスタ映えだよね。そうで、これがこれね、うん、このタンバリセットすごいよね、うん、これ圧巻じゃない。そうだね、結構これが細く見えるんだけど、うん、これで US6 か 4mm、 US6 スタートなのか、うん、セーターとかを編むのにちょうどいいぐらいの袖じゃない、うん、袖編み用、袖編み用だね。はい、すごいです、うん、あと小さいもの編んだりとか、はい、うん、まあ、とにかくこれもかっこいいです。そうね、うん、こういう風に。これは東京、両方とも東京店にもちょっとだけ送ったので、店頭で、店頭にもまだあるかもしれない、はい、見て見られたらいかがでしょうか、はい、あとは、あとはあれですか、ちょっともうあんまりないかもしれない。ないでも来ました、少なくとも1個はある。ヘッジホックファイバーズのキラキラ、うん、付け替えババリ、キラキラ付け替えババリ、キラキラ光り輝いております、うん、あの中は写真も見られた方もいると思うんですけど、ローズゴールドの針でケーブルが黄色で結構尖ってます。うん、そうだね、結構尖ってるね。結構尖ってます。シャープな感じ、うん、シャープな感じで、ね、でケーブルがあの結構たくさん入ってるんですよ、これ、うん、でもそのバラバラ入ってるのが、うん、いいねってそうだね、長さが4段階かな、4段階ぐらいだった気がする。私自分で調べるのに全部出した、うん、確認したね。40、60、80、100だったかな。そうだね、きっとそのこれが間な気がする、うん、そうですね、うん、このぐらいの3段階、はい、それで、はい、これがふにゃふにゃなんですけど、すっごい柔らかいんです。で、こっちが普通のちょっと張りがあるタイプでも、あのマジックループは別にしやすいぐらいなんですけど、はい、このふにゃふにゃはあのなんかショールとか編んだりマジックループしたりするのにすごい良さそうな、うん、ふにゃふにゃだね。そうなんだね、そういうのが入ってたんだ、うん、すごい。そう、これもほら2本は絶対ふにゃふにゃ入ってるよ、ほら。本当
だ。そう、あ、これもふにゃふにゃ。全サイズあれかな、ふにゃふにゃ3段階なのかな。2種類ずつ入ってるんじゃないかな。まあとにかく柔らかいよ、うん、そう、多分それも売りの一つですね。あのケーブルが使いやすいと2本ずつ入ってて、ふにゃふにゃタイプとそうじゃないタイプが入ってたんだ、うん、そう、それは気がついてなかった。説明がもしかしたら入ってない、行き届いてない、行き届いてない。そうなんですよ、それも売りの一つで、それで張りが全くないです。そう、つけるところのジョイントがまたちょっと写真、あの商品写真見ていただいたらわかるんですけど、ねじらないで差し込むだけなんですよ。これは、うん、これはね、外すためだけにあるんです、うん、これでつけるときはもうただ差し込むだけ、差し込むだけです。で、もう絶対外れない感じです。で、外すのにこれで押さえて外す。そう、穴と穴がありまして、そこをギュッと押すとパチッと外れるっていう仕様になってます、うん、だから、うん、ねじるよりも外れない。そうだね、っていうことだと思いますね、売りは、うん、あの、で、ここも回るので、うん、あの針のところが、そうですね、あの緩みももちろんしないんですけど、うん、とりあえずネジ式のものと比べても全く外れないようになってます、はい、なんであの何かでぎゅうぎゅうにねじるっていう作業がないんだと思いますね、うん、初めて見ました、こんなやり方。これね、新しいシステムって書いてあったもんね、うん、新システムです、うん、なんでこの黄色 の道具が意外と大事なんですよね、うん、2つあるので、うん、なくさないようにお願いします。2個入ってるの？2つ入ってましたよ。あ、本当、うん、2って書いてあったよ、ヒヤヒヤのやつには。ん？ヒヤヒヤ？ヒヤヒヤじゃない、あのこのヘッジオークのやつには2って書いてあった。今これ 1? 1個しか入ってない。私が見てたのは2入ってたね。なんでだろう、あれじゃないの、あの違うセットから出てきたやつがあそこに入ってただけ。確認します、一応本家を見て勉強した。あ、でも2ね、2って書いてあったでしょ、うん、私は本家を見てるかもしれないです、はい、あの子供や動物に取られないようにご注意そうだね、うん、結構大事です。大事やな、道具が。あ、人が取ったよ、ちょっと今、うん、人が取った、はい、このセット、あのこれもホリデー限定で入れているものです。それであとは、そうだ、これあの去年から出てるんですけど、あのレインのマイニッティングノート入れてみました、はい、あの布張りでこの金の文字が入ってて、本みたいです。あのちょっとなんか立派な日記帳みたいな。そうそう、立派な日記帳です。中の紙も結構良くて、あの見開きで一つになってるのかな。それで違うな、あのね、6ページ1セットかな。いや、4ページかな。4ページかな、うん、だね。日付とか書いたり、パターン名とか針とかそういう普通の情報を書くページと、そこの線が入ってるページがあって、で、2ページ白、はい、真っ白っていうのの繰り返しですね、はい、それで、あと、うん、チャートとか。そうだね、あ、あと最後になんか糸、買った糸を。そう、これ怖いね、なんかこっちが埋まる前にこっちが埋まっちゃいそうだよねあのラベリーでいうスタッシュを入れるところかな、うん、あとチャートを書いたりする用の、はい、あの方眼がありまして、うん、で、あと前にあれがある、あの糸、なんだっけ、針の合数のやつと、うん、あ、本当だ、自分が何だ、あと略語があったかな。そうだね、あとインチとセンチが、インチとセンチがあるね、あ、略語がある、本当だ、はい、なるほどね、という仕様です、うん、なのであの自分のプロジェクトを一つずつ埋める編み物日記的な。そうだね、はい、感じです。はい、そうだね、私みたいに A4 の紙に書いてるすごい死ぬほど大事な A4 の紙だからなんかさ、捨てられない紙がたくさんできちゃうじゃん。そう、だからやっぱこういうの使ってみたらいいんじゃない本当だね、あっち行ったりこっち行ったりしちゃうでしょ。私に必要かも、これ、うん、そういう気がする。本当だね、私使ってみようかな、うん、この前もあのね、うん、バーンサイドを
東京に行ってる間にパターンを書こうと思ったら、あの紙がない、ね、あの紙が私 A4 の自分の家にある A4 の裏紙的なものに全ての情報を書いて、うん、それを見ながら最終的にパターンを書くんです、うん、あの紙が見当たらない。私ですらノートに書いてる。すいません、うん、すいません、はい、はい、なのであのおすすめ本当ですね、はい、はい、あとはね、あ、そうだね、あとね、ホリデーのものもまだあるんだけど、なんだっけ、紹介してもいい？いいよ。あとはね、これはまだ発売になってないんですけど、あの宣伝をしていいって言われてて、あ、本当？じゃあ宣伝お願いします。これは12月7日から発売になるフリンジサプライ、フリンジサプライのホリデーハンクっていうやつで、あの、はい、いつもあるジェン・ヒューイットさんのハンクのやつのあのスペシャルバージョンです。これは、はい、このシーズンだけのもので、しかも1店舗最大18個しか買えないっていう。18個なのにうちのスタッフがみんな買うってみんなすごいなんかあこれ欲しいみたいな感じになってて、正直うちは12個しか仕入れてないので、はい、ほぼみんなと被らない気がする。買えたら本当だね、うん、そうだね。なんでうちがのスタッフが買うっていうのと10はないかもしれない。そうですね、さらにさらに狭き門になっていないんですけど、はい、一応7日からオープンなので、はい、それから売ることになっています、はい、あとね、一応これもホリデーで仕入れた、あ、そうなのですよ。もう発送されたのかな、した予約した、予約の人はした。サポーターズクラブに予約販売をしていたあのフローティング、バーブフォーキーピングワームのオリジナルの糸なんですけど、はい、それの予約販売をさせていただいてたんですけど、はい、やっと届きまして昨日全部発送されて、そうですね、あのなので、もしかしたら何かない限り、そう、何かが足りなくて送られてない人は何名かいらっしゃるんですが、うん、普通に送れる方には昨日送ったと思いますね、はい、送りました、はい、それが、ちょっと多めに買っているので、はい、それも一般販売を、一般販売します、はい、でもね、物によってはねもうない、2とかしかない、もうね、1とか2とかしかない色もあって、はい、はい、でもすごい気持ちいいし、皆さんお気づきかわかんないんですけど、イゾルダが新しいパターン、ね、一昨日ぐらいに出したんですけど、それがフローティング人かせプロジェクトなんですよ。カウルで結構ちょっと可愛らしいものがついた、 それはかなりおすすめです。はい、はい、値段もまあまあはするんですけど、うん、本当に気持ちいいです。そうですね、うん、70% スーパーファインアルパカ、おそらくベビーアルパカじゃないかな、うん、アルパカチクチクするやつもあるんですけど、これ全くチクチクはないです。そうですね、で 20% シルクで 10% カシミヤの糸です。はい、糸です。はい、ドレープが綺麗に出る柔らかいタイプの糸だと思います。うん、はい、このピンクも全部もちろん草木染めです。はい、はい、この同じ色を安定して出すっていうのが、うん、すごい技術だよね。高い技術ですね。ね、素晴らしいと思います。本当にびっくりしたんですけど、お店に遊びに行った時、同じ材料を使っても、うん、去年の材料と今年の材料で出る色が違って、配合を変えたりして、うん、同じ色が出るまで実験を繰り返して、でちょっとでも違うと、もうその色がもう廃盤になるっていう、で新しい色になるっていう、うん、もう二度と作れないって言ってたね。ね、なんかこの色、こういう色だよね、うん、もう去年の色はもう出せないから、あの色はないのよみたいな感じで、そう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 、悲しそうだった、はい、そうだね、すごい頑張ったのに、うん、そう、もう出せないのって言って悲しそうだった、うん、ね、失敗したっていう糸がすごい大量に、ね、で失敗した糸をあれ買ったんだと思う。あ、そうだよね、そう、うん、そうなんです、それでいいからみたいな感じでね、そう、気持ちいいです、気持ちいいです、はい、はい、で、それが一応ホリデー用に仕入れたやつで、そうですね、であとはね、これも先に紹介していいかな、これクッカー17号たくさん編んでいただいててすごい嬉しいんですけど、ありがとうございます。カルも今やってますが、はい、もう一個の指定糸ラムジャムが
入荷しました。はい、やっときました、うん、それでラムジャムの場合は、2カ所ずつの1だとちょっと足りなくて、あれトコさんはいないあ、なんか大変な感じな、お腹あったかいね、あったかいでしょ、顔がなくなっちゃうけど、うん、そうなってます。これが、はい、でサンプル編んだのはこっちの色で、一番濃い色とシルバーグレーで、そうですね、これはラムジャムなの、うん、これは何、これはあのストーンウールのコリデールです。コリデール、うん、でこっちが指定の色で、あとこれはもう一セット作ってます。はい、濃い方のグレーと白で、もうちょっと模様をはっきりさせたい方は、そうです、ね、こっちも可愛いし、あの白が入ってるので爽やかな感じになると思います。はい、で、あのちょっと羊の匂いがするけど、そこまですごくはない、ふっかりした糸で、今や羊の匂いがすると、うん、あのすごい 気分が良くなるなんかさ落ち着くよね、みんななんか最初は、うん、この匂いに驚くんだけど、うん、あの毛糸を長いこと扱ってると、うん、この匂いがすごい心が安定します、うん、でもあのドータンマシェパードの前のあの、うん、あの焦げ茶の糸に比べたらほぼないに等しい。あ、そうかも、うん、あれどうしたんだろう、箱開けた時にそんなに匂いがしなかったもんね、なんか改善したの、やっぱ羊のに種類が全然違うので、あ、羊の違う、うん、よいしょ、そうなんですね。そうなんですよ。気持ちいいです。はい。はい、ふわふわで超軽い。皆さん羊の匂いってなんだろうって思ってる方、ぜひお買い求めください。これが本当に羊の匂いなんです。うん、編みやすいし、あのちょっとカサッとしてるんですけど、イギリスの毛糸ってこういう、うん、こういうものですね、うん。イギリスの羊はこういう種類なんですよね。はい、そうですね。はい、多分雨に強い。はい。感じのやつです。それかな、ね、あとは、じゃあこれ他のもの、これ持ってきてくれたけど、これはもう紹介したんじゃないっけ、かな、ような、でも来たの、もうあんま覚えてなくて、あのルプチラムズールがもうあの先方が在庫持ってる色はほぼ全色入ってるので、ね、はい、カラーワークにぜひどうぞ、はい、お願いします。まだ多分入った色全色あるかな、はい、と思います、うん、細いけどあの軽くて気持ちいい糸で、はい、あと色が微妙だよね、この色とかすごい好きです。そうだね、はい、可愛らしい感じもあり、うん、渋い感じもありって感じですね、うん、で、これがカシミヤラムズールが4色あるんですけど、はい、それも全部入荷しています、はい、めっちゃ気持ちいい、はい、何パーセントなのかな、分かっていません。これもライトフィンガリングなんで 50g248m、 でも、うん、なんだ、ほわっとしてるから普通のフィンガリングと同じぐらいの太さかな、うん、ゲージはね取ろうと思ったら取れると思います、うん、問題ないと思います。カシミヤが、12.5% だから6分の1はいですね、それが入ってるから若干ツイードっぽく見えます、うん、そうだね、そういうタイプなんです、はい、これもやって、あと太い糸が来たんです。太い糸ね、このルグロスラムズールアランが来たんです。はい、みなアランの編み込みじゃなく、あのガンジーとか、うん、縄編みのセーター編むのにすごくおすすめなんです、ね、私は、うん、そういうの編みたいなと思って買って、実は他の色も発注かけたんですけど、来なかったんだっけ、ちょっとしか来なくてあ、で先方が間違えた、そうそうそう、だからちょっとしかないので、はい、気になる方はお早めに多分また発注はすると思うんですけど、思った量の半分しか送ってくれなくて、はい、アランのアランウェイトで、うん、アランの糸のアランのなんかこうね、うん、アランボヤと軽いんですよ、それにすごく、うん、すごいいい糸だよね、うん、そうなんです、うん、これもね、羊の匂いがするの、あ、ちょっとね、そうちょっとだね、そうだ、それで、うん、これを
あ、羊の匂いがするってまた匂いが感じる匂いとか、いやでも本当に心が安定するんだよ、忙しい時に考えた羊の匂いがするっていう気持ちでした、はい、それで、はい、あとはついに来たんじゃない、ついに来ましたね、あ、違うよ、でもまだあるよ、ね、まだあるまだある、まだついに来ない、まずこれこれ、ついに来ない、これ、うん、そうそう、今パリジェンヌのやってたかな、まだやってるか、セーターだっけ、パリジェンヌの編み物、パリジェンヌの編み物だったかな、すいません、の著者のガスニエ・ミキコさんが、はい、今来日されていて、それで先週京都でイベントをやっておられて、はい、でその後東京でもやっておられたのかな、もう終わったのかな、それがちょっとね、わからない、うん、もう終わったのか、今週末もやってらっしゃるのか、ちょっと分からないんですけど、うんうん、そうなんですよ、はい、それで来日した際に京都店に寄っていただいて、うん、はい、いろいろお話ししてね、そうだね、糸を仕入れさせていただく運びになりました、うん、今回、販売されてるキットのものを少しだけ、はい、靴下のキットと、はい、あとは、カウルのキットです。そうですね、はい、カウルはちっちゃいんだよね、多分スポって感じなんです、それ一玉プロジェクト、一玉プロジェクトです、はい、になってます、はい、で、ちょっと店頭にはこの2色しか取ってないんですけど、全部数が少なくて、うん、もしかしたらもう在庫がない色もあるかなと思います、黄色売れちゃったのか、全部少しずつしかなくて、黄色は特にね、うん、2つしかなかったんですよ、あ、売れちゃったかもしれない、じゃあ、うん、そうね、もともとサンプラーまで出た色は黄色なんですけど、そうですね、はい、それで、このある、モヘアがなんかフランスの農家さんが育てているモヘアの毛をその農家ごとにそのなんか工場に送って、で自分その農家さんが好きな色を選んで染めてもらっているということで、 100% フランス産のモヘアの糸なんです、はい、結構量が少ない貴重な糸ということで、すごい柔らかくて気持ちいいです。あとヘアは草木染めですか。そうです、はい、パリの草木染めの工房で、フランスのソップヤンを、スーパーオシのソップヤンを染めてもらっているということで、はい、プロジェクトバッグがなんか可愛い、うん、オリジナルのプロジェクトバッグと、うん、あと印刷された、はい、サッシになってるパターンが入っています。で、このソリットの色が何色か、ちょっと店頭には、はい、全部置いてないんですけど、これも数が少ないので、はい、オンラインショップに全部出してるんですけど、緑とか、緑だけね、ちょっと巻かれているんですけど、これ全部巻かれているので、はい、ご了承いただきたいんですけど、あとは、段染めのものも何色かあって、この黄色ピンクのものと水色グレーのものと、あとグレーと茶色のものがあって、そのグレー茶色は結構渋い感じで男性向きな感じの、はい、かわいいね、うん、素敵なんだよね、はい、でパターンは3種類の模様のチャートは入ってるんですけど、はい、文章パターンとあと編み図と編み図も入っていろいろ入ってて、はい、なんかイタリアリスクセリな感じです。きちんとした方ですね。で、糸はねちょっと太めです。あ、そうね、なんで結構あったかい靴下ができる感じ、うん、そうだね、スポーツウェイトぐらいかな、うん、普通のソックヤンより少し太めです、ね、はい、なんで編みやすいんじゃないですか、うん、針も2ミリかな、2号かな、2号だと 2.75 かな、うん、うん、かなですね、じゃあちょっと太めですね、うん、はい、感じのになってます、はい、それも、京都店でもまだちょっとあるんですけど、そうですね、お店でも見られると思います、はい、オンラインショップの方が色数が多いので、はい、はい、ぜひご覧になってください、なっていただけるといいかな、はい、あとはこれかな、ついに来ました、今年もやります、セーターンクラブ、はい、私編みをごめんね、着られなくて今日この辺に着ると変じゃない、いつから発売、私の今日の頑張りにより
今日出せたら、今日出せたら商品ページには着画が、うん、そうだね、無理やり着ると良くないでしょ。そうだね、いいんじゃないかな。無理やり着る、これが前か、これが前です、うん、あのね、こういう風に模様がこういう横編みなんです。実はかわいいよね、こっちから編んでます。これで横編みで模様が入って最後ここでゴールっていうやつになってます、うん。それで去年の生誕クラブは、動画を細かくつけたものをお送りしたんですけど、うん、今回は私が毎週毎週皆さんにお手紙書こうと思ってるんです。それでお手紙に頑張ってますかとかここが大変ですか、大変だけどこうやったらきっとやれるとか、うん、気になったところを動画に撮ってこういう風にしたらいいと思うっていう、うん、お手紙のメールをお出ししようと思っています、はい。なので最後まで編めるんじゃない。どうしてもね、みんな編めないんだよね脱落しちゃう人もね、なかなかいるもんね。だからあのメールを見てみんなで励ましながらやるっていう風にしようかな、うん。なんかインスタのタグとか作ったらいいんじゃない。そうだね、うん。それで去年は私が一番最初のビデオでものすごい長くゲージの重要性について話したところ、うん、みんながインスタグラムでゲージを撮ったっていう写真をたくさんあげてくださってみんなゲージを撮りましたっていう写真と、うん、あのゲージメジャーみたいなのを置いて、うん、ゲージが撮れましたって言ってくださって、うん、非常にありがたかったですでも今回も最初のお手紙はとにかくゲージを取れってすごい言われた、うん、これね大事ですよ。ゲージなんで横編みだからね、段ゲージが大事、そうです、大事ですね、うん。だからあの段ゲージが取れなかった時の対処方法もお手紙には書こうと思ってる、うん。なんかあのなんだろう、セーターを編んでる時に難しいのがどうでもいいところと、うん、絶対やらないといけないところがなかなかわからないっていうのが経験値の差だと、うん。だからいやもうそこは私的にどうでもよかったんだけどこれはやってほしいっていうことをご紹介しながらにしようと思います。なるほどね。そうなの、うん、そうだよ、なんかすごい編み慣れてるから気がつかないと思うけど驚くようなところを気にしたりする、うん。そうで、いやそれはもう正直私的にどうでもよかったよ。でもなんか、うん、いやそっちはいいけどそっちは重要だったなって思うことをされたりする。なるほどね。そうっていうのをご紹介しながら、はい、みんなで頑張って編もう。あの可愛いです、キルト着がお楽しみって感じで、ね、はい、昨日撮りました、はい。で色が3種類、そうですね、これ実はパール奏法の糸を2本取りで編んでるんですが、うん、あのこの白グレーと、うん、あとピンクベージュ、ピンクベージュ、これ思った以上に可愛かった、うん、ピンクグレー ね、 あとね、普通に黒白、うん、白じゃないんだけどね、薄いグレーですね、シルバーグレーと黒の組み合わせで、はい。これが1個目で、もう1個、もう1つセーターで、もう1個は今ルブトで、うん、あの計画普通のセットインスリーブの閉じはぎ、うん、あ閉じ、いやちょっと考え中です、うん、肩引き返しでいこうかなと思ってて、私あのなんだろう、いろいろみんながトップダウンが好きとか、うん、気持ちはすごいわかるんですけど、うん、普通のセーターが好きなんで普通でいきますやっぱりでもね、はい、この辺に全くシームがないと。そういえば今日はあれ、そうなんですよこれ去年の去年のセータークラブだ、セータークラブのセーター、あのすごいよく来ていただいてありがとうございます、うん、そうなんですよ、あのトッコさんが S サイズを編むとめちゃめちゃ私サイズになる。違う、 S はもうと思ったら、うん、これは M なの。これ M なのか、うん、あの、うん、売ってるっていうかみんなに送ったパターン上これは M サイズ、うん、そうなのか。いやすごいね、ちょうどよくて、それで私には大きいから、うん、あなたにあげるって。やったね。そうなんだ、はい。あのね、心地いいです。みんな閉じはぎが嫌いだって言うけどやっぱ肩ぐらいは閉じはぎしないと着にくい。伸びるよね、もうとにかく着にくい、うん。なのであの肩ぐらいは閉じはぎさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ここで、ここで肩が決まるの。
うん、伸びちゃそうしないと伸びちゃうんですよね。重さが全て体にかかっちゃうんだよね。そうなんですよね。すいません、うん、まあでもシェルターは軽いのでそこまでじゃないんですけど。そうですね、うん、はい、ということで、はい、だいたいメリさんが来てます。そうそうなんです。いいんです、いいんですよ、別に問題ないです、はい、あの、はい、この色を今 BT で欠品していますが、また入れるような気がします。ね、これ言うの忘れた、はい、うん、これもごめん、なんかバラバラ今日ディレクターがいなくて、これね、うん、なんか放置されるとこうなるってことです気がついてはいたけど。あ、本当、あの、これも来てます、うん、もう売ってます、もう売ってます、はい、お願いします、はい、これ結構大きくてたっぷり入るので。そうね、うん、どっちも人気です、はい、人気です、はい、その割に安くていいと思います。はい、フリンジ の、 はい、トートバッグです。終わった、終わった ね、 ましたね。とりあえず今日は、うん、あと1時間後に、京都店ではリリコさんとエリさんがいらっしゃいます。はい、はい、それで実はお二人を交えて動画を撮影しようと思っていまして、はい、1時間番組みたいなので、うん、それでサポーターズクラブの人だけ5時からだよね、5時から、ね、4時って言ってましたけどすいません、うん、5時から1時間番組で撮影するんですが、はい、他のサポーターズクラブに入ってない方に関しては後日多分来週ぐらいに有料配信みたいな形でご案内したいと思います。はい、動いてるお二人を見れる最大のチャンスです。そうだね、今までちょっとやったことがない試みなので、はい、どうなるかわかんないですけど、そう、でもその有料配信、はい、やってみようかなと思ってます。はい、お二人にサンプル紹介していただきながら、うん、デザイナーになった経緯とかそういうのね、うん、お話ししていただこうかなと思います。はい、エリさんがすごい緊張してるそうなんです、ひな弁が恥ずかしいって、かわいい、じゃあ私も張り切って長崎弁で答えちゃうと思って。あ、そうだね、 そう、そんな貴重な映像も見られるかもしれません。はい、そうです。ということで、もうお店は開いてます。はい、ここは3階なんだね。うん、はい、今日は片付いて、ここからやった、やるの初めてかな、やるの初めてかな、この間伊佐川さんの時もここでやったんだよね。そうなんです、うん、こうアングルが違うんですけど、はい、はい、ということに、またここで片付いてればやれるんですね。うん、昨日すごかったんですけど、はい、夜7時半ぐらいにみんなで片付けたんだよね。そう、それで倉庫にねたくさん送ったり、いろいろ片付けて頑張りました。はい、はい、ということで、皆さん良い、良い週末を、私があそこに走っていかないといけない。あ、良い、そうか、良い週末をお送りください。